そ私を殺す気か。幼き頃よりの友である私に、官室の名族たる私を。お前は私の下にいるべき男なのだ。それ以上言うな、炎章。お前の男が軽くなる。名族の女、強大な軍、力を持ちながら過ぎ去りし天下を求めたか。何を言っておるのだ、曹操。それが分からぬから負けたのだと言っている。今生の別れだ、炎章。わしはお前を乗り越え天下を目指す。しかしこうも見事に勝てるとは。恐れ入ったよ、角家殿。おっと、角家殿。すまない、少し頭を使いすぎたかな。さあ、これで世の情勢は大きく変わる。私たちの策で曹操殿を天下へと押し上げよう。